皆さん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。ピッキングの話をしている動画シリーズでございまして、この3本目の動画では、ピッキングの仕方、もう具体的な動かし方についてお話をさせていただこうかなと思います。ピッキングというのはどうやってやっていったらいいんだと、ピックはどう動かしたらいいんだと、そのようなお話でございます。はい。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、動かし方に関してなんですが、僕はとりあえず、ピッキングの動かし方については3要素あると思っております。3要素。それは何かというと、まず1つ目は、肩とか肘の大きな動きと、あと手首の動きと、指先の動きという感じです。また1弦連打をしながら、ちょっと一緒に練習をしていってみましょう。そして、ピクチャーインピクチャー、画面ドン、ズバババババーンと、ちょっとやってみましょう。まず一番難しいであろう指先からいってみましょうか。指先。一番難しいであろう指先からいってみます。こんな動きですね。ちょっとホワイトバランスがなんかさっきからおかしい。お、戻った。練習の仕方としては、ピックガードとかにこの小指をくっつけて、ピッキングをしていきます。で、薬指をくっつけた方がやりやすいという場合は、薬指くっつけてもいいです。まあ、何かしらに指をくっつけるんです。で、このピックガードにくっつけた指をずらすことなく、ピッキングを繰り返していきます。この指をこのままくっつけたままでピッキングをしていくと。そうすると、とりあえずこの腕の動きが使えなくなるので、とりあえず指先で弾かなければいけないと。で、この時にこの手首もこう使おうとすると、結構指がこうブレブレになってしまうので、手首も固定をして、この親指と人差し指のこの指先の動きだけでピッキングをするようにしてみましょう。まあ、多分これ一番難しいピッキングなんで、なんかこうスラスラできる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、早弾きをするときなんかに関しては、すごいこのピッキングが役に立つというか、ちょっとこれができないと早弾きが厳しいという感じの動きでございます。指先。わで、練習方法としてはさっきも言った通り、ピックガードに指をくっつけて、ここからピックが動かない、指先が動かないようにして、ひたすら同じ動きを続けるという感じです。で、この指先のとき、やっぱりこの、繰り返していると、このピックがこう引っかかっちゃって、おわーってなっちゃうと思うんですよ。これの、その、解決方法としては、まあ、基本的に練習なんですけれども、ピックのこの深さっていうんですかね、この弦が入る深さを一定にするということです。角度とか深さとかを常に一定にして、毎回毎回同じ動きを繰り返すように心がけるんです。これがあるときは深いし、あるときは浅いしみたいな感じでバランスが悪くなってしまうと、その時点でピッキングが崩れてしまうので、もうずっと続けても、もう全く同じ動きをひたすら繰り返すように心がけてみてください。深さとか角度とかによっては人によっていろいろあるので、一概にこうとは特に言わないです。どの角度、どの深さでもいいです。ただ自分のやりやすい、そういうスタイルみたいなのが見つかったら、もうずっとそれを繰り返せるように練習をしてみてください。はい、そんな感じ。で、指先の次は手首という感じですね。手首。手首に関してはちょっと全部の弦をガシャガシャとストロークしていきましょう。簡単に言うとこういうことです。気持ち軽くこの手首をこのくの字にさせた方がやりやすいかと思います。くの字。こういうことです。この手首の話をちょっくらさせていただきますと、この肘から手首まで、指先に至るまでまっすぐの状態でこう手首を回しても、そのピックが動く幅ってすごい小さいわけですよ。わかりますか？こんな感じ。これって別に大丈夫じゃ大丈夫なんですけども、ちょっと動きが小さいと。そうではなくて、このくの字にすることで、このピックがこう動く幅をめちゃくちゃ増やすわけですよね。まっすぐにしちゃうと、ピックの動く幅は本当にこんなものです。けど、くの字にすると、こんなに大きくなるわけなんです。これをうまく使って、ピッキングをすごい大きくしていくと。ダウンピッキングしたときには、本当もうね、太ももに当たるぐらい大きく。で、アップピッキングしたときには、ギター本体からこのピックがこうはみ出すぐらいまで大きく。まあ、実際、こんな大きくすることはなかなかないんですけれども、まあ、こんな大きなピッキングもできるくらい、ちょっとこう手首を意識してピッキングをするという感じです。これが手首のピッキングです。このときに指先を動かす人は、まあ、いらっしゃらないとは言わないですけれども、結構少ないです。手首を使うときには、あんまりこう指先を使わずにストロークをするときなんかが多いんじゃないかなと思います。カッティングなんかと、カッティングとかもそうですよね。
こんな感じです。で、その次、最後に腕の動きをやってみましょう。腕の動き。こういうやつですね。腕を使うとき、肩を使うときはアクセントをつけるときか、もしくはそのライブのパフォーマンスで派手な動きをするとき、まあ、このぐらいだと思います。普通の練習をする段階において、腕の動きというのはあんまり必要になってこないんですけれども、まあ、あえて言うならば、そのストロークとかでそのアクセントをつけるときに、ちょっとこのぐらいの動きは使うと、表現力の幅が広がるかなと思います。けど、これがそのあまりこう大きくなりすぎると、まあ、どっちかというとパフォーマンスの意味合いがすごく大きくなってくるので、まあ、腕を使うとしても本当にこのぐらいの小さい幅で、手首を振り下げたときにアクセントをつけるつもりで、バーンとやってみていただけると、良いかなと思います。強く引いて、腕を使わない。腕を使う。一発目だけ腕を使って、大きくピッキングをすると。こんな感じです。どうでしょうか。腕の動き、こんな感じでございます。ちょっともう一回やってみます。まず指先ですね。そのピックガードに指をくっつけて、ひたすら指先だけで弾くようにすると。ハイ弾きのときとかにはすごくよく使うような動きでございます。で、この指先と手首をこの合わせて使う人というのも結構中には結構いらっしゃるんですけれども、その辺は本当に人によりけりという感じです。指のみで弾く人もいれば、指と手首をミックスさせて弾く人もいますし、で、そのミックス具合はどのぐらいなのかは本当に人それぞれという感じです。とりあえず自分は結構ハイ弾きに関しては指だけで弾くタイプなので、まあ、いつもこう、なんかこう指先だけ、プルルルルと。弾いているような感じです。でも、これが正解というわけではないので、お気をつけくださいませ。で、手首に関しては、ちょっとくの字にするような感じで、ピックの振り幅をできる限り大きくしてあげて、弾いていくという感じです。で、腕に関しては、たまにこのアクセントをつけるとき、もしくはそのライブパフォーマンスでちょっと派手な動きをしなければいけないときに、使うようにしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。で、あと、もう一つ。ピックの当たる角度について軽くお話をさせていただこうかなと思います。ピックの当たる角度。弦に対して、この角度から見ていくとすると、まあ、ギターのボディがこうありますよね。で、その次、弦があって、この弦に対してピックがどういう角度で当たるのかによっていろんな名前があったりとかします。弦に対してこの平行にどう表せばいいんだろう。まあ、これがピックだとします。ピックだとします。弦に対してこの弦、ピックはこの平行に当たるのを平行アングルとかって言ったりとかします。一応この平行アングルが良いとされておりまして、音の粒立ちとか、このピックと弦が擦れるノイズとか、まあ、そういったものがなくて、素直な音が得られるということで、まあ、良いとされているピッキングですが、別に正解というわけではないです。でも、教則本とか見ると、まあ、大体これが良いとされていることが、多いって感じです。正解ではないです。で、それに対して、このピックがこうちょっと斜めになってしまう、ピッキング。こっち側。こっち側ってことですね。この角度。この角度です。こっちの角度の場合は、準アングルなんていう言い方をして、まあ、割とよくある、多いピッキングって感じです。この準アングルに関して言えば、その弦の擦れる音が出るので、なんかロック向きとかって言われたりとかするんですけども、まあ、どういうピッキングをするかっていうか、その親指の形がどういう形かで、なんかいろいろ変わってきているような気がします。僕は基本的に、もう大体準アングルで弾いているような感じです。大体こういつでも斜めになっています。もうどんなフレーズを弾くときでも。で、それに対して、こっち側のアングル。これは逆アングルとかって言われたりとかしておりまして、早弾きギタリストとかにおいて、あ、でもこんなこと言っていいのかな。まあ、一昔前だと、このピッキングが一番最高とされておりました。もう逆アングルじゃないとダメだみたいな、なんかそういったフューチャーも一部ではちょっとあったんですけれども、でもこの逆アングルに関しては、親指が反る人じゃないと僕は不可能だと思うんですよ。普通に親指と人差し指でこう持ったときに、もう絶対ピックはまずこの平行になるじゃないですか。で、ある程度こうね、このゴニ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 していると、絶対こう準アングルっぽくなってしまうので、これはなんか指の形によるような気がします。これを逆アングルにするためには、この親指をめっちゃこうのけぞらせなければいけないんですけれども、親指がめっちゃ反る人っているじゃないですか。
このぐにゃっとこっち側までボンボンボンって、そういう指先をしている人じゃないと、ちょっと逆アングルというのは厳しいと思うんですけれども、どうなんでしょうかね。まあ、とりあえず、準アングル、平行アングル、逆アングルなんて3つのアングルがあって、教則本とかでは平行アングルが良いとされている場合が多いという感じです。でも、実際は準アングルの人が多いですし、僕もそのワンオブゼブな感じで、いつでも準アングルで弾いているような感じです。はい。そんな感じでピッキングの種類についてもお話をさせていただきましたが、どれが正解とは言いません。ちょっと自分のやりやすいピッキングを見直してみてください。はい。で、ちょっと次の最後の動画で、これから練習をする上で、良いピッキングを身につけるためには、どういったことに気をつければいいかと、そのお話をさせていただこうかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。